機会の男は俺だ。調整順調はこの選手。ライデルにつなげ。練習試合。中日の清水達也が2点ビハインドの場面で登板。試合の敗戦は決まっていたが、危なげないピッチングで三者凡退。前日の DeNA 戦では、勝ちパターンを争うフェリスと松山が共に失点する中、清水は順調な調整ぶりを見せた。実績で言えば清水が一番。ストライク先行の時の清水は安心できる。ポーカーフェイスで淡々と投げる清水マジでかっこいい。松山もフェリスも次に期待だけどな。今年こそ最優秀中継ぎ取ろう。ストレートでガンガン押せる清水好き。さすがに格が違うな。たまにノーコンになるのが怖い。立浪マジで酷使だけはやめてくれ。藤島と清水はなんだかんだ毎年安定してるよな。8回は頼んだぞ。ドラドラ情報局をご覧いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひ、よろしくお願いします。